なんと10月1日から今まで利用してた人も含めて全員1,070円で利用できるようになりました。ワイユーと同じ5ギガバイトです。サディックップ、こんにちはナブです。ノブ沖縄情報チャンネル始まります。 こちらのチャンネルでは沖縄県民のための沖縄の情報最新情報、お得情報をお届けさせていただいてますもしよかったら最初にチャンネルの横にあるベルボタンを押していただければ通知が届きますので是非よろしくお願いします とということで本日はですね久しぶりにちょっと携帯電話のお話しようかなと思います僕の大好きの楽天モバイル見ていただいてる方は分かってるかと思います楽天モバイルは今ですね0円で一応契約残してますけど楽天モバイルはもう乗り換えました基本的に今使ってるのは YU モバイルです山田電機と Unext がやっている YU モバイル格安シムですねそちらの方を利用させていただいてますそちらを使い始めた動画はですね以前に動画させていただきましたちょっとですねそこから事情が変わったので 今回動画の方を撮影させてていいただいてますっていうのもなんとですね値下げが発表されました来月からなんですけれど今まで 5GB で1639円って値段で僕は利用させていただいてました YU モバイルはシンプルですねシングルプランっていうのとシェアプランっていうのがありました基本的にシングルプランは1人で使ってシェアプランは大人数文字通りですね多人数でシェアするっていうプランなんですがも,もちろん大容量を使う方もシェアプラン1人で使ってる方いるかと思いますが大容量を使えるプランとシングル ププラランン 5GB 使えるっってていうプランになってます僕は 5GB でシェアプランの方はありますけど基本的にですね今回お話しさせていただくのはシングルプランですね 5GB のプランのお話しさせていただきたいと思います。といっても基本的にですね YU モバイルのシステムっていうかプラン体系とかあといろんなオプション的なところですねそういったものはですね以前のものから変わらずですねなんと10月1日から今まで利用してた人も含めて全員1070円で利用できるようになりました。かなりり値段下がりましたよね 1639円なので500円以上下がったことになるとまあ約500円ですけれどかなり値段が下がりましたということで僕実はですね以前の動画で YU モバイルの乗り換えの時にお話しさせていただきましたが YU モバイル一応今月末まで続いてますけどキャッシュバックが行われてます申し込むところによったら1万円以上のキャッシュバック受けれるとこあるみたいですけど僕は1万円のキャッシュバックを申し込みましたそしてですね実際にキャッシュバックもうすでに入金されておりますなのでキャッッシュバックをもららったら そそろそろ乗り換えようかなと実は思ってますそして思っってててまますそししたちょっとこの辺この動画撮影させていただいてるんですがちょっとまだ未確定でどういったものに決めかねてるんですが今の状態でですね僕がどういったことで悩んでるとかっていうのを皆さんに共有させていただきたいと思います。 YU モバイルの方がですね5ギガバイトで1,070円ということでまあ約ですけど1,000円で5ギガバイト使えるプランを発表しました今まで1,000円ぐらいって大体3ギガバイトだったんですねまあそれはですねいわゆる大手の会社もそれぐらいになってましてまずは大手の格安 SIM ではないところのお話しさせていただくと。 まずはソフトバンクですねソフトバンク自体のプランは違うんですけどソフトバンクがやってる l i n e もですねもともと l i n e モバイルでしたけど l i n e m の方がなんと 3GB で今990円というプランがありますとでですすねね僕格安使っってると基本的には 3GB だったんです、ね、なので 5GB は多すぎるかなとも思ってはいるんですがちょっと 5GB に使い慣れてくると結構 5GB ギリギリまで使うようになってしまったので 3GB よりできれば 5GB がいい かなっていうところも悩んでる一つです。ということでちょっと3ギガバイトの話からそれましたけど、ラインもが3ギガバイトで990円で。 そしてですね AU が発表した先日発表した POVO の2ですねバージョン2っていうんですかね p o o の第2弾が発表されましたがそれもですねなんと基本料は0円で0円だと全然何のモバイルもデータも使えないんですけどそれをですね3ギガバイト20ギガバイトっていうようなギガ数をですねまあ購入するような形ですね事前に購入してそれを消化していくような形のシステムを発表されました。そそしてて期間もそのギガ数にはちょっと限られて まずは30日で3ギガバイトが990円これがですね非常に LINE モのですね3ギガバイトで990円って基本的には同値なんです LINE モは月月月で締めていきますけどポ o の場合はですね30日間ということで月の途中からスタートしてもその30日後にその3ギガバイトの終了期間が来るっていうものが今回のポ o の新しいシステムですねなかなか面白いかなと思いますそして3ギガバイト以上もですね購入することができて20ギガ で27で2700円す実際に LINE も,も 20GB のプランがあるんですけど2728円とまあちょっと。 だけです気持ち程度安いプランになってます LINE もだと月にまたぐので基本的に365日で考えると多分30日で切っていく方が5日間ですねちょっと損してしまうんですけどその部分ですかちょっとだけ安くはなってますあとポポが面白いのがちょっと前払いでですねたくさん購入することができます期間を長いことを使えるものをですね大容量先に購入することができます90日間で 60GB30 日で分けると 20GB なんですけどそれを最初にですね6 0 GIGAB 分90日間のものを先に購入するとなんと6490円っていうことで割るとですね月々2200円ぐらいですもんですよねなので結構お安く購入することができますさらにですね180日間使うことができる 150GB っていう大容量を使うことができますこちらはですね 60GB 分の倍の値段です90日間から180日間になるので期間として倍になるので倍の値段なんですけどなんと値段は倍なんですけど容量は 倍より増えてなんと 150GB 使える分を先に購入することができますそういった形で最初にですね大容量を購入することで先払いすることでお安く購入することができるっていうのもぽぼ第2弾の売りだと思います 結構大容量 20GB ぐらい使う方であれば僕個人的にはほぼおすすめできるかなと思ってますなんですけど僕のですね 5GB ぐらいっていうところはちょっと違うかなと思うのでそちらの方は省いてお話進めさせていただきたいと思いますあと一応お話しさせていただくともしかするとここも先手先手じゃない後手になるのかな後でまた何か手を打ってきそうですがドコモのアハモですねこちらは 20GB あと通話5分間無料を使い放題でそちらを含めて税込み2900円 170円ですねこちらも通話込みで 20GB っていう点で結構売りだと思うんですけれど今回出たポボもですねオプションで通話し放題っていうプランもあるのでそういったものを含めることもできるので値段とかそういったところでいうとポボの方がおすすめかなと思ってます、まあその 20GB あたりのお話は置いといてちょっとですねここからですね格安 SIM のことについてお話しさせていただきたいと思います。 とということでちょっと話が戻ってきて格安 SIM のお話ですが YU モバイルででですすね一応復習させていただくと 5GB 1070結構こちら本当に安くてお得なプランなんですけどこちらに対抗できる値段的に対抗できると思うものはソニーさんがやってる「ヌロモバイル」これなんて発音するんでしたっけめっちゃ発音しにくいんですけどね「ヌロモバイル」「NURO」ですね光通信なども提供している会社ですけどこちらの方が格安 SIM をやってます。さんんはですねなんと 3GB 792円。 そして、yu と同じ5ギガバイトで、990十円というプランがあります。なので、本当に値段的に言うと、ヌーロさんが一番お得かなと思います。やっぱり乗り越えるならですね、ニューロモバイルかなと思います。すいません、ニューロとかニューロとか言ってましたけど、ニューロっていうのが正しいみたいですね。ちょっと今の合間に調べて、ニューロっていうのは分かりましたが、ニューロモバイルおすすめです。でも、ですね、今回、yu モバイルをちょっとメインに動画作成させていただいたのは、ですね。キャッシュバックとかですね、ニューロモバイル、そういったところがですね。 非常に弱いんですよね今 YU モバイルは1万円のキャッシュバックを公式のページでやってます。あとですね YU モバイル以前の動画の時もお話しさせていただきましたけどスターターキットっていうことで事務手数料とかがですねそれを持っていたら無料になるっていうことで。 スターターキットを購入するのが数百円かかるんですけれどそれを持っていると事務手数料の3,300円が必要なくなるということでぜひそのスターターキットの購入をお勧めするんですけど実は来月から1,070円になるということで一番安かったところのそのスターターキットがですね一応リンク貼っときますけど今在庫がなくなって9月の二十何日かに再販されるということでぜひそちらの再販の時にですねそちらの方のスターターキットを入手して YU モバイルを使うようにしてください。そののスターターーキットの使い方 方などはぜひ前回の動画の方を参考にしてみてくださいなのでですね1万円のキャッシュバックなどを受けるとですね1070円なの 結構プラスになるんですよねもちろんそのまま使い続ければ1年はいきませんけどキャッシュバックの金額大きいところだと1万3,000円ぐらいもらえるみたいなので13000 1万3000円とととかだと丸1年間ぐらいほぼ無料でで使えることができますなのでそのキャッシュバックなどを含めると今まで YU モバイルを使ったことがない方は YU モバイル是非おすすめだと思います。 ぜひこちらの方を検討してみてみくださいあとはですね僕が今までおすすめしてきた楽天モバイルですけど楽天モバイルもですね3ギガバイトまで990円っていうことになるのであんまりその容量的には強くおすすめできないかなと思います結局 l i n e m とか POVO とかですねそちらと値段的には同じようになってきましたなのでちょっと0円でキープしておくっていうのは大きいかと思いますあと3ヶ月間無料っていうのもですねそちらの方も大きなメリットではありますのでぜひ検討の一つにはなるかと思います 今後ずっと使い続けていくっていう意味では楽天モバイルまだまだメインで使うのはちょっとまだ早いかなっていう印象になっております。ということで今回はですねまた YMU モバイルのその新しいプランなど POPO はちょっと以前にですけど新しいプランの発表などありましたので今回携帯電話スマートフォンのプランの方ですね僕の考え方などをちょっとご紹介させていただきましたがいかがだったでしょうかちょっと最後にまとめさせていただくと。 YU モバイルですね 5GB ぐらいを使うんであればぜひ YU モバイルが一番今申し込んでない方はおすすめかなと思いますキャッシュバックもありますのでぜひ YU モバイルの1070円のプランですね実際には来月からですけど来月から1070円で 5GB っていうのは結構使いやすいかと思いますおすすめになってますぜひ検討してみてください そして今まで YU モバイル使ってた方、僕のようなものですけど、そちらから乗り換える先としてはニューロモバイルこちらいいんじゃないでしょうか。5ギガバイトで990円かなり安いかと思います。実はこの辺ちょっとお話し忘れてますけど、ニューロモバイルですね、なんと3ヶ月間使い続けると3ギガバイトもらえるっていう面白いこともやってるんですよね。3ヶ月以降ですね、4ヶ月目からはその3ギガバイトがプラスになるので。 実は最初は8ギガバイトなんですけど、その3ギガバイトもらえる3ギガバイトが3ヶ月使うことができるので、それをまあ3ヶ月なので1日1ギガバイト使えるって考えると990円でなんと6ギガバイト月々使えるような感じになるんですよね。なのでその点も非常にお得かなと思いますのでニューロモバイルなかなかいいんじゃないでしょうか。あとですね20ギガバイト程度使う方であればラインモモキャッシュバックなどやってますのでそのラインモモのキャッシュバック受け取って って申し込むのもありかなと思いますあとぽぼのですね新しいプランですねそちらの方も 最初にですね半年間は使おうということで大きくがっつり購入することでかなり安くてしかも 20GB 以上使えることになるので値段的にも容量的にも非常におすすめかなと思いますので大きなギア数 20GB 程度使う方は au さんがやっているポ o ですねそちらの方も検討してみてください。ということで本日のお話は以上になります沖縄県のお話っていうのはあまりできてませんでしたがまあ僕は iU モバイル使っていて沖縄県で特に不便は感じたことないです。格安 SIM よく言われる回線が混雑する時間帯はちょっと重いかなって感じることはありますけれど YU モバイルを含め格安シムは基本的に同じような形だと思います混雑時期重いかなと感じてもそこまで不便は感じることないので個人的にはおすすめできるものだと思いますので格安シムぜひ検討してみてください普段はですね沖縄県の美味しいご飯なども紹介させていただいてますのでぜひチャンネル登録もよろしくお願いしますこちらのチャンネルでは沖縄県民のための沖縄の情報を配信させていただいております もしこの動画が役に立ったなと思っていただいたら高評価繰り返しになりますがチャンネル登録もよろしくお願いします。それでは本日も最後までご視聴いただき本当にありがとうございました。サーディークラババイバーイ